この方がいいけどね。おはよう。お疲れ様です。お疲れ。ありがとう、来てくれて。お疲れ。昨日はね、長々とね、放送みんな見てくれてありがとうございます。いらっしゃい。ゼロはね、昨日よりはマシだけどしんどそう。めちゃくちゃ。おはよう、あやちゃん。おはよう。まあ、昨日のあらすじ話しますか。昨日はね、まあ、真矢子が来てくれてご飯を作ってくれて、晩ご飯ね。で、ゼロワンがちょっと昨日扁桃腺で寝込んじゃって、もう無理だったんだよね。だから真矢子とゼロワンの接触があまりなくて、まあ、俺と絡んだっていう感じの中でも帰っちゃって申し訳なかった。いや、ありがとう、本当に。で、まあ、分かると思うけど、後ろはクルちゃん、そしてエルピが来てくれてね。あー、かわいい。かわいい。化粧バッチリ。すっぴんも綺麗だけどね、うん、めっちゃ部屋片付けてくれてありがとう。いえいえ。マヤコさん、いい人だったそう。で、まあ、エルピとクルちゃんが来て、そのまま放送やってけ、クルちゃんの。で、裏では、元カノと、ね、ツバネの元カレが付き合って、で、話していくうちに泣けてくるな。泣けてくるよ。で、昨日はクルちゃんと、俺とエルピで3人寝たんだよね、うんうん、あれ何、キーちゃんってあれ何、きなこっていう、きなこからいるあれは、エレマルちゃんのみゆきと大輝のキーを取って、キーちゃんって言う。そうなんだよ。みゆきと大輝のキーを取って、キーちゃん。で、実は俺の下半身の片割れがいる。おはよう。これ僕と金ちゃんの名前の由来多分知らないと思う、まあいいけど。くるちゃんはね、ずっといてくれる、うん、いつまでいていいんですか。ずっといて寂しいからね、ゼロワン、うん、寂しいから。昨日ゼロワンが失礼なことしてごめんね。なんか、クルちゃんがせっかく部屋行ったじゃないですか。なのに、ゼロワンが覚えてないんじゃないよ、これ覚えてないか。酔ってたでしょ、クルちゃん。酔ってないし。ゼロワンは、いや、ちょっともう今日恥ずかしいでしょ、恥ずかしいから、よく知らないからって言って断ってたの。そう。え、なんか慣れてきたらいいよって言われたんですけど。そうそう、うん、だから座る、ちっちゃい子は膝の上座らせて軽そう。キーちゃんだよ、クルちゃんはキーがあるね。ゼロワンにクルちゃんは膝の上座らせて、あ、これちょっといいの、怒られちゃうかな。何に怒られる、大丈夫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 で。うわっ、あっ、これは大丈夫かな。手握った方がいいんじゃない。いやいやいや、あ、もう握ってるわ。すいません、なんか、いや、軽いよ。前の方がいいんじゃない。45キロぐらい。そうそうそう、よく分かります。軽いわ、軽い。いや、もう男だらけだから女の子一人いれば潤うよね。、うん、そういうわけ。え、すいません、マジで何もしてなくて大丈夫。いるだけでね、花だよ。うん、毎日がもうみんな、あ猫ちゃんみたい。
これがビッチって言われる由来だろうね。そうですね。いや、ビッチじゃないよ。これは人懐っこいんだよ。人懐っこい、うん、そう、うん、なんかパンダさん似てるんだって。嘘。あ、似てるかも。へー、パルのとこ行ってもいやいやいや、あの、前向きの方がいいんじゃない。前、ちょっと見つめ合ってみてよ。何言ってんの、なんでやるの、恥ずかしいね。え、無理無理無理、無理だよ、足がさ。あ、ちゃんとやりなよ。でも、やりなよ。見つめてあげて。え、無理じゃないこれ。行こうじゃないの。やばい、これ、ちょっと、これはダメだよ。すいません、怒られる。お酒飲んでやる。可愛いね、ちっちゃい子って。若い子好きだもん、じゃあ。何言ってんの、ちっちゃい子可愛いわ。だってあれ、身内もでかいでしょ。まあまあね。ブーちゃんもでかかったしな。ちっちゃい子かわいいな。いいね、ちっちゃい子がいいね、付き合うんだったら。150ぐらい、155ぐらい。150。ちっちゃいわ。お、エルピ、風呂入った。おー、パンツ変えた。パンツも、あ、そうや、履いてないやろ。え、パンツあるの。一応。いや、ちょっとね、一つの恋愛が発展しそうだね。完全に。くるちゃんは誰でもいいってわけじゃないんだよ。うん、でも本当に気に入った人にはグイってタイプなんだよね。あれ、風呂。ああね。いいの、じゃあ放送。じゃあくるちゃんとゼロに任せようかな。ないんですか。いや、もうお願いします。ほら、11時、あともうちょっとだから。お、ちょうどいい。フライ食べたことないの、フライ。ない。ないんだ。うん、手羽先、手羽先って何。うん、食べたことないの、手羽先。手羽先、揚げてあるやつ、うん、唐揚げみたいな。うん、今日はですね、はい、フーライブ行って、はい、エルピを床屋連れて行って、うんうんうん、夜はあの夜市だって、うんうんうん、夜市行って、うん、で、あのワンチャンやれたら心霊配信やれたら、うんうん、盛りだくさんですね。怖いの好き。怖いの、あ、見る分には好きだけど、自分がやるのはやったことない。うん、無理。あ、でもそんな、言って、うん、廃墟、うん、何も出ないですよね。いや、わかんない。で、まあ、ここから帰ってきて、うん、まあ、昨日みたいに雑談しようかな。うんうんうん、ちゃんは最近はいつやったの？ずっとやってないの？へー。2週間ぐらい。2週間結構やってるね。え、そうです。それリスナーさんってやったの？え、内緒で。あ、内緒なんだ。うん、内緒？へー。配信者かもしれないってこと？うん、わかんないですけど。へー。好きな人？うん。あ、好きな人いるんすか今。あ、うん、その人好きかも。へぇ、2週間前、うん、ファンタさんではない。ではない。へぇ、いつですか。もうずっとやってない。嘘をつ。ほんとだよ。嘘をつ。朝日奈とやっただけ。え、いつ。忘れちゃった。1ヶ月前とか。あ、うん、え、何歳でした。33です。3か。
え、そんなもんなんだ、33だと。え、2週間前にやって、またやるんすか、じゃあ、東京帰ったら。え、誰と？その好きな人と。いや、しない。なんで？どうですか？わかんない。わかんない。秘密で。それ家に呼んだ。